実はリスクなく稼げる方法が存在します。その方法とは、はい、どうもバイナリー投資塾の陽介です。今回はリスクを最小限に抑えて稼ぎたいって思っている方は必見。わずか1週間で500万稼げた必勝をあなたに伝授していきます。今のこの不景気っていうこともあり、ここ最近でバイナリーを始める方っていうのがたくさん増えました。そこでこぞってもらうメッセージがこちらです。YouTube で言われた通りにやっても勝てません。何が原因で稼げないんですか、などなんですね。これは僕の視聴者の中でも一度は経験したことがあるよって方もいるんじゃないでしょうか。その結果、自信を持ったエントリーができず損失を積み重ねてしまうって方も多いはずです。そこで今回はピンポイントで勝ちを拾っていけるようロジックを構成し、1週間で500万以上稼ぎ出せる実績付きの仕様を解説していくので、必ず自身の強い武器として持ち帰ってください。それではね、早速解説をしていきます。本編スタート。その前に、今なら数量限定でこちらの完全攻略マニュアルを無料でプレゼントします。受け取りたい方はお早めに。それではね、早速お話ししていくんですけども、今回はこちらの構成でお話をしていきます。まず最初にリアルトレードからですね、ちょっとこちらをお見せして、その後チャート画面のセットアップとなります。で、インジケーターの紹介と挿入方法、あとはエントリー条件とリアルトレードですね。で、注意事項をお話しし、最後総括ですね。今回全部で7つのテーマに分けて解説していくんですけども、これどれか一つもね、見逃してしまうと、まあ思ったような結果にはなりません。なんとなくでね、理解したから次に進むっていうのをね、やっちゃうとかえって資金を溶かしかねません。なので、本気で稼いでいきたいって方は必ず飛ばし見せずに最後まで見るようにしてください。じゃあまずね、しっかりとイメージしやすいようにリアルトレードの映像から見ていきましょう。はい、そうしましたら、まあそろそろね、ちょっとエントリーできそうなポイントですので、ちょっと待機してるんですけども、まあ、途中ね、下降してる中でのちょっと上昇してるポイントで逆張りでね、1本仕掛けられそうですので、まあ、次足ね、行くんですけども、まあ、下降して上昇してっていうこの繰り返しのね、中でのまあエントリーですので、かなりいいかなと思います。まあ、条件のね、確認が取れましたので、まあ、ローエントリー10万円でのね、ローエントリー1本だけ仕掛けました。で、詳しい条件に関してはね、まあ、後ほどやっていきますので、まあ、まずはちゃんと勝てるかどうか、まあ、あとはエントリータイミングですね。まあ、こういったところにね、ちょっと意識を向けていってください。それではね、結果までまだ時間ありますので、このまま待っていきましょう。はい、そうしましたら、しっかりとね、陰線が形成されてますので、まあ、問題なくね、勝利することができました。で、今回10万円でのね、エントリーでしたので、9万円の利益の獲得となります。はい、ではね、今回の勝負でしっかりと勝てるイメージができたかなと思いますので、まあ、自身でも行えるようしっかり準備を整えていきましょう。まず最初にこういった形でね、チャート画面を開いてください。ちなみに僕は普段 XM トレーディングっていう証券会社を活用しています。で、今ね、お見せしているものも、まあ、XM トレーディングっていう証券会社なんですけども、 XM ってプラットフォームが2つ、2種類あるんですね。 MT4 と MT5、 まあ2つあるんですけども、僕は基本的に MT4 を推奨しています。っていうのも、ツールだったり外部インジとか、こう外から入れるインジケーターをね、使うんだったら MT5 だと使えないんです。まあ、入れることがね、そもそもできないんで、いろいろとね、自身でまあカスタムしてたりとか、スキルアップを狙っていくんだったら、圧倒的ね、MT4 のプラットフォームがいいので、これから作成する方、まあ、今使ってる方でね、こう迷ってるよって方は、まあ、ぜひ MT4 を取り入れてみてください。で、解説方法ね、詳しく知りたいって方いれば、僕の LINE にね、気軽にメッセージをください。それではね、まずちょっと確認事項からお話していきます。こういった形でチャート画面を開いた際に、右下の回線状況ね、必ず確認してください。わかりやすくちょっと画像出してるんですけども、この OK 画像のようになってれば問題ないです。ただ NG の、ね、画像になってる場合は、まあ、ログインがちゃんとできてないか、もしくはちゃんとね、解説ができてないか、どちらかになります。なので、左上にね、ファイルっていう項目あるんで、そちらを押していただいてね、まあ、デモ講座の申請っていう項目から、まあ、再度ねログインをするようにしてみてください。あと、デモ講座でデモ3とデモ5がね、今あります。で、解説時にメールでね、サーバーがデモ3なのかデモ5なのかはちゃんと書いてあるんで、そこもね、必ずちょっと確認するようにしてください。はい、そうしましたら、今回ね、一応1分ターボがメインの手法になってくるんで、全部でね、7通貨ペアあるんですけども、これら全てに対応しています。ですが、こちらの通貨ペア AUD、USD、GBP、JPY、
これらの通貨っていうのは直近相場で最大15連勝を記録してました。まあ、これだけでもね十分利益取っていけるんですけども、中でも特にいい成績を誇っていたものが存在します。それこそ最大27連勝を記録しているもう化け物のね通貨ペアもありますので、こちらのね通貨ペアに関しては、まあ、動画内でねちょっと受け取り方をお伝えしていこうかなと思ってます。そして推奨している取引時間はこちらですね。2つのこの時間帯があるんですけども、まあ、割とね取引できる時間は多いかなと思います。まあ、途中ね昼からまあ夕方ぐらいまでにね避けないといけない部分ですけども、まあ、朝と夜でね取引できる時間がありますので、なるべくこれらのね時間帯の中で取引するようにしてください。そうしましたら以上でセットアップは完了です。これで第2章が終了、残り5章となりますので引き続きやっていきましょう。そうしましたら早速ね今回使うインジケーターの紹介と挿入方法をやっていきます。まずこちらの挿入、インジケーターのトレンドの中にありますこちらですね、ボリンジャーバンド、こちらを選択してください。そうするとねこういった設定画面が表示されます。今これねモザイクかかってると思うんですね。こちらの設定数値のね受け取り方に関しては、まあ、動画内でお伝えしていくので、ちゃんと正しいものを入力するようにしてください。じゃないと冒頭でねお伝えしたような結果は再現できません。まあ、これははっきりとね断言できることですので、必ず正しい設定値入力するようにしてください。それができましたらちょっと入れていきましょう。で今入れたこちらのボリンジャーバンドなんですけども、相場の振れ幅を一定期間の価格データから測定し、統計学的な観点から価格の変動範囲を予測してくれます。まあ、これ簡単に説明すると、平均値を表す真ん中の線とその上下に値動きの幅を示す線を加えた仕様で、価格の大半がこのバンド内に収まる、こういったね統計学を応用したテクニカル仕様の一つになります。まあ、要するに逆張り仕様が有効的だと言われてるんです。ただ今回の仕様はローソク足の規則性もね根拠にしてエントリーしていくので、条件などはしっかりと聞いておいてください。ではこれで設定が完了、準備が整いました。第3章がね終えたところでいよいよ本番です。エントリー条件の解説をしていきます。ただ大事なのはねエントリータイミングだったりしますので、今回はリアルトレードと交えて解説をしていきます。しっかりとね聞いておいてください。はい、そうしましたらそろそろねちょっとエントリーできそうですので、次足一歩ね行ってみたいなと思います。はい、そしたらしっかりとね条件の確認が取れましたので、10万円でのねハイエントリーを1本だけ仕掛けました。まあ最初にねこう実際のまあトレード映像をお見せしたので、イメージはなんとなくできてると思うんですが、今回は一応ハイエントリー条件とハイエントリーのね条件が一致したポイントとなります。まず最初に見ていただいて、こう条件一致の足を基準に1本前、2本前、3本前、この3本分ですね、これらのローソク足のヒゲがマイナスシグマにタッチしていること、これ実体じゃないですよ、マイナスシグマにヒゲのみがタッチしていることです。で現在足ね条件一致の足見ていただいて、その足自体はこう実体がね下のシグマに触れていること、この確認ができましたら次足ハイエントリーとなります。ちょっと若干ねややこしく聞こえるんですけども、まあ条件一致の足からね3つ分はじゃあ全てヒゲタッチと、まあそういう風にね覚えてもらえればなと思います。はい、そしたらしっかりとね陽線が形成されてますので、問題なく勝つことができました。今回10万円でのねエントリーでしたので、9万円の利益の獲得となります。はい、そうしましたらこちらのポイントもですね、下降上昇と繰り返している中でのねエントリーポイントですので、まあ条件としてはねかなりいいです。しっかりと確認もできましたので、10万円でのねローエントリー1本だけ仕掛けました。まあ、今回ちょっとね若干複雑に聞こえるんですけども、まず条件一致のね足か軸にね1本前、2本前、3本前、これは3本分ですね、これらの上ヒゲがブラッシグマにタッチしてることで、現在足条件一致のね足の実体が上のねシグマにタッチしてること、3本分はねヒゲですけど、ちゃんと条件一致の現在足の足はこう実体がね触れてること、これを確認してください。それができましたら次の足でローエントリーとなります。まあ、条件としてはねそんな難しくないんですけども、まあ、これだけでもねだいぶまあ高い勝率が取れてます。ただある必勝法をまあ意識するとね勝率はめちゃくちゃ上げることが可能なんです。プラス通貨ペア選びっていうのがめちゃくちゃ重要です。これをね意識するしないでだいぶ勝率も異なりますので、こういった部分も後ほどお話ししていくのでしっかりと聞いておいてください。はい、そうしましたらね陰線が形成されておりますので、まあ、問題なく勝つことができました。
まあ、今回10万円での、ね、エントリーでしたので9万円の利益の獲得となります。以上でエントリー条件とリアルトレードの解説は終了です。ここで第5章が終了となりました。もうこの動画もね結構後半戦に差し掛かってるんですけども、まだまだね集中力を切らすのは早いです。残り2章ってめちゃくちゃ大事な部分で、まあ重要度で言うとねこの動画で1番って言っても過言じゃないポイントです。ここまで見てきた以上に気を引き締めて見るようにしてください。それでは第6章に参りましょう。それではここで注意事項、こちらをねテーマにお話をしていきます。まあ、名前の通り注意してほしいポイントをお伝えするんですけども、それ以外にもワンポイントアドバイス、あとは勝率をね高く保つためのまあ通貨ペア、まあ、設定値などですね、こういった部分もお話ししていくのでしっかりと聞いておいてください。まずは注意点からです。まあ、今回ボリンジャーバンドをね使ってるっていうこともあるんですけど、トレンド相場でのエントリーは控えてください。なぜかっていうと基本的にねトレンド相場ができてる場合っていうのは基本的にその勢いにね沿ってこう進むことが多いです。ただ今回の条件覚えてますか？ボリンジャーバンドのシグマにヒゲが触れてるかどうか、3本ともタッチし続けてるのかっていうのを確認してください。だ今回の人は反発を狙ったね逆張り仕様になるんで、できればレンジ相場の方がおすすめです。じゃあ続いてねワンポイントアドバイスなんですけども、条件一致した際にローソク足に注目してください。ハイエントリーの際は条件一致の足が陰線、ローエントリーの場合は条件一致の足が陽線であることです。これは必ず確認するようにしてください。これがまず一つ。もう一つは通貨ペアの選定です。まあ、冒頭でね少し触れましたけども、今回1分取引推奨ですので全7通貨ペア全てに対応しています。そこから2つの通貨ペア、まあ、OG ドル、ポンド、円ですね、それぞれ挙げましたが、ダントツでねぶっちぎりの勝率、高い勝率がね取れていた通貨ペアを発表します。それはズバリ AUDJPY となります。まあ OG 円ですね。こちらのね通貨ペアでなるべく設定して取引ねするようにしてください。それではラスト、ここでは総括の時間です。まあ今回の仕様をね使用する際に意識してほしいポイント、これいくつかね僕の方でピックアップしてみました。まず最初にね推奨している時間帯は10時から13時で16時から22時の間で、レンジ相場が狙い目です。トレンド相場ではなくレンジ相場をね必ず見つけるようにしてください。推奨している通貨ペアは AUDJPY、 OG 円となります。これらね3つのポイントに関しては必ず意識しながらトレードするようにしていってください。そして今回ね使用してきたボリンジャーバンドの設定数値はとある条件をね満たした方に完全無料でプレゼントしていきます。その条件っていうのはまず1つ目、僕のチャンネル登録をすることで、この動画にいいねを押すことです。そして LINE でキーワードを送ってきてください。そのね肝心なキーワードはバニラになります。で最後はチャンネル登録とねいいねがしてあることが分かるスクリーンショット、もしくは写真を撮って僕の方まで送ってきてください。全て条件をね満たした方にはしっかりとプレゼントしていきますので、気持ちの強い方からのメッセージをお待ちしております。で本日もね最後までご視聴いただきありがとうございました。